舞台と TV アニメの二層展開式作品、少女歌劇、レビュースターライトは、それだけにとどまらず、すでに二度の音楽ライブを行っている。昨年12月に行われ、4月17日にリリースされた、セカンドライブ、スターリーデザートのブルーレイと同日発売の、舞台版、セカンドシングル、百色リメイについて、2019年5月号では、カレン役の小山桃代と、マヤ役の富田真帆に振り返ってもらった。ここでは、本誌に掲載しきれなかったロング版を紹介。今回は前編をお届け。舞台少女の成長が刻まれた、セカンドライブブルー、レイ、セカンドライブを振り返ってみた率直の感想は？小山舞台に立っている時間はあっという間でした。1日に公演あったので、ライブが始まるまでは大丈夫かなと不安もあったんです。でも、やればやるほど元気になってきて、単純な感想になっちゃいますが、楽しかったです。ラストの曲へと進むにつれて、パワーが出てきたのは、見に来てくださった皆様の熱量だったのかなとも思います。きっと、舞台の上って、パワースポットなんですね。富田パワースポット。いい言葉だね。小山ありがとうございます。富田ファーストライブの時は、公演後に、体のあちこちが痛くなるようなこともあったんです。でも、今回は私もそれがなかったので、きっと自分たちもパワーアップしていたのかなと思います。だからこそ、ライブ中に楽しめる時間がどんどん増えていったんじゃないかな。セカンドライブのハイライトとしては、TV アニメのレビューをすべて実演してみせたことは、外せないポイントです。富田桃代の出続ける、時間の長さたるや、小山未知の世界でしたね。でも、生で披露できる初めての機会でしたから、全曲できることはすごく嬉しかったんです。ただ、殺人もダンスも歌も、さらにセリフもあるから、実際に、どうなるのかが想像できなくて。富田ドキドキが詰まったレビューだったよね。特にカレンはみんなと戦っていて、1話から12話までのレビューを休みなくやったので、感情の変化についていくのも大変だったと思います。でも、100代だったからできたんじゃないかな。小山みんなが助けてくれたからですよ。富田、舞台からはけては出てきての繰り返しだったのは、本当にすごかった。小山考える暇もなく、体が勝手に動いている感じだったんです。水を一瞬飲んで、もう行かなきゃって思っちゃって、富田レビュー曲、スターライトのリハーサルの時は、私たちは客席から見させてもらったんです。白帯が歩いていくところにどんどん光が当たっていって、百代が歌っているだけでも泣きそうになっちゃって、きっと見てくださった舞台創造家、ファンの総称の皆様もそうだったんじゃないかなと思います。カレンとマヤは誇りとおごりで直接対決をしています。カレンの剣をマヤが弾き飛ばすシーンは衝撃的でした。富田、あのシーンは百代がタイミングを合わせて剣を投げてくれているんです。対決ではあるけど、互いを信じて、呼吸を合わせた協力プレイなんです。小山、誇りと、おごりは、アニメを見てくださった方はわかると思いますが、絶対に、カレンでは勝てない迫力が、マヤ様にはあるんです。レビューでも、真帆さんが、圧巻のパフォーマンスをしてくださったので、カレンが負けるのも当然かなと。富田でも、私も毎回、緊張はしておりましたよ。とても、アニメ本編に登場した、This is 天童マヤの名乗りの時は、会場がどよめいていました。富田、すごかったと、後になって、スタッフの方から聞きました。
舞台上だと自分のことでいっぱいいっぱいだったり、イヤーモニターもつけていることもあって、あまり声が聞こえないんです。お山ハイになっていると聞こえにくくなりますよね。ライブであれば、一緒に楽しもうという気持ちも強いですし、意識的に客席の声を聞こうと思っているから、結構聞こえるんです。でも、デビュー中は完全にキャラクターに憑依されていて、周りの音が聞こえなくて、富田まさに舞台少女として役にちゃんとなりきっている時間だったよね。すごい集中力だったと思う。殺人は気を抜くと危険ですよね。小山そうなんです。怪我はさせたくない。自分もしたくない。もちろん、相手を任す気持ちはあるんです。富田殺人って相手があってのものだから、敵対していたとしてもその気持ちを汲み取らないといけないんだよね。小山信頼がないとできませんよね。富田うん、スターライトに登場する舞台少女も相手が憎いのではなくて、信頼しているからこそ戦っている部分もあると思うんですね。だから、私たちがステージに立った時も気持ちは変わらないのかなと思います。後編へ続く、プロフィール、小山桃代、11月30日生まれ、北海道出身。スターダストプロモーション所属、富田真帆、6月1日生まれ、東京都出身、サンズエンタテインメント所属、ブルーレイ、少女歌劇デビュースターライトセカンドスターライブ、スターリーデザート。ポニーキャニオンより発売中7800円、税別、舞台版、セカンドシングル、脚色リメイン、ブシロードミュージックより発売中、全4バージョン各1667円、各税別、